はい、私は現在富山市内でレンタカーを借りて富山県の天原市マリーナにいます。今回は富山県内をドライブしています。それでは今回の動画もよろしくお願いいたします。最初の観光地は道の駅天原市に車を止めて天原市海岸を見に行きます。天気がいいので立山連峰や能登半島が綺麗に見えます。このお社、すごい階段が急なんですけど、登った人いるんですかね。警報器が鳴ったのでどんな列車が来るのかと思ったら、なんと観光列車のベルモンタがやってまいりました。駅でないところに停車して乗客に綺麗な海岸の景色を見せているみたいでした。はい、天原市海岸の観光も終わりまして、次は砺波市にありますチューリップ色彩館に行ってみます。天原市海岸からここまでは一般道で、50分ほどかかりました。はい、それでは中に入ってみることにしましょう。入館料の方は大人が310円となっております。チューリップ色彩館の見物も終了しましたので富山市内へ戻りたいと思います。はい、富山市内に戻りまして、お店の中を HO ゲージが走ります。こちらのお店で休憩したいと思います。こちら前回は YouTube で投稿しませんでしたが、今回で2回目となります。
はい、私は一人なのでカウンター席に座っておりますが、ボックス席はこのようになっております。はい、富山駅近くのレンタカー屋さんに到着いたしました。こちらで車で返して、あとは飛行機に乗って帰りたいと思います。それではご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画もよろしくお願いいたします。